はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今日もやっていきましょう。ジョジョ DR でございます。お知らせの方を見ていきましょうか。まあいろいろありますが、今回ですね、注目すべきところなんですけども、2周年記念アリーナ開催ということでですね、まあアリーナ、いつものアリーナとはちょっと違った2周年記念特別のアリーナということで、まあやっていこうという感じになっております。まあ何が2周年なのかなっていうところなんですけども、新キャラクターのアシストが来ております。ホルマジオがついにですよ、皆様お間違いなの、ホルはい、ということでに、ホルマジオが来ております。そして最大30体手に入れることができますということになっております。で、100ポイントかね、100万ポイント集めると30体全部集めるということで、私は、ライブ配信等も重ねて、まあ、日頃全くアリーナをやらないので、すごく苦戦しておりましたが、まあ、なんとか、100万ポイント集めることができましたね。はい。報酬リスト全部獲得しましたので、実際どれぐらいなのかというところを見ていきたいと思うんですが、ですね、まあ、これすごく大変でですね、もう100万ぐらいの時には結構順位も上がっていって、今もう2000位に落ちてますけども、順位も上がっていてですね、なかなか、敵も強くなっていってっていうところだったんで、アリーナ用のマインドとか全部レベルとか上げてなかったんで、めっちゃ大変だったんですけども、なんとか集めることができましたので、はい、まあ、このホルマジオ見ていこうかなと思っております。で、まずなんですけども、図鑑の方で見ていきましょうか。スタチュー図鑑の方で見ていきます。ダダン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 、ちょっとローディング長いんですけども、これでアシスト専用にしますね。で、新しいホルマジオさんです。これを見ていきます。ということで、まあ、残念ながらと言いますか、星3なのでですね、効果を持った、スタチューではございません。アシストではございませんということで、まあ完全に何です、体力を上げていくというか、そうステータス上げに使う要因の一人になっておりますが、見ていきましょう。 HP が 12,300、 アタックが 21,100、 そしてディフェンスが 5,800 といって、なかなかね、効果力で、これ、30体まあ、手に入るので、プラス29つくはずなんですけども、これでまだついていない状態なので、まあ、なかなか強いんじゃないかなと、個人的には思いますし、まあ、ステータス上げる要因の、一人にもなるんじゃないかなと思っております。はい、それでは、じゃあ、プラス29になった、私の最強ホルマジョさん、見ていきましょうか。ダダンということで、はい、ツリーも全部マックスにしてます。HP が 16,241、 アタックが 22,836、 ディフェンスが 7,661 となってて、まあ基本的に、2000ぐらい、 HP が4000ぐらい上がってますよね。なんでもうめちゃめちゃ強い、いや普通にこれ強いんですが、ただですね、まあホルマジオさんじゃなくてよかったかなってうん、もうこれでしか見れないんで、こっからもうこの手が動くことは一切ありません。皆さんが、見れる DR でホルマジオさん見れるのはこのポーズだけ、はい、戦闘中も見れません。ここでしか見れませんので、はい、まあね、星3、まあ、いずれ星4が出てきたりとか、もしかしたらそのキャラクタースタチューとしてちゃんと出てくるかもしれませんが、今のところですね、この壁ドンしたホルマジオさんしか壁ドンなのか分かんないけど、これしかまだ見れません。見れない状態なので。まあ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 。まあ、ホルマジオファンからしたら、もうちょっと動きが欲しかったところなんで、声もね、ないんでね。はい。まあでも、暗殺者チームの一人ということで、ついにね、人気の、暗殺者チームから、初めてのキャラクター、ホルマジオさんが登場ということで、まあ、ね、大人気ですからね、暗殺チーム。まあ、これからどんどん出てきてほしいなとは思うんですが、動かしたかったな はい、ということで、まあ来週また超降臨が出るのかな、ちょっとまだ分かりません。大体月末に出てくるので、もしかしたら今度こそ暗殺チームのキャラクター星5星6が来るかもしれません。はい、
ということで、ぜひぜひお楽しみにしたい、お楽しみにという感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、こんな紹介でしかなかったんですけども、まあ、まだアリーナやってない、日頃やってない方とかはね、もしこれの動画で見て、あ、もらえるんだと思った方は、ぜひぜひ、今でも、3月25日までということで、あと2日ぐらいなんで、まあ、なんだろうな、結構大変だったですね。ダイヤも結構使ったし、コーラもすごく使ったんですけども、まあ、でも、頑張ればみんな手に入るので、ぜひぜひ、自分のねキャラクターのステータス上げ要因としてではありますが、ホルマジを回収してはいかがでしょうか。はい、ということで今回は短いですがこんな感じで終わりたいなと思います。この動画ためになったな、面白かったなっていう方がぜひグッドボタン、チャンネル登録等よろしくお願いします。それでは次またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。